どうも、こんばんは、N です。今回は東京グルリインボーク年末年始キャンペーンお年玉クエスト VS 晴れ着10日ということで、今回は難易度 S でやっていきたいと思います。まあ、難易度 S でっていうか難易度 S しかないんですけども、羽付き金木の方がね、難易度 C で難なくクリアできたので、こっちのバリバリ難しい S の方を、今回ノーコンクリアやっていきたいと思います。初見では、負けてしまってですね、まあ、初見では無理かなと思って、今回の動画はね、ノーコンクリアの動画にしたかったんですよ。で、いろいろ試行錯誤した結果、ノーコンできたのはこのパーティーだったんで、これで今回はノーコンクリアの動画を上げたいと思います。で、使っていくのは誕生日金木、ちょっとフル覚醒させてないんですけども、まあこんな感じで、まあブレイクリジェネレーターとか、つけちゃってます。つけなくてもいいんですけどね、今回誕生日10日がいるんで。で、誕生日10日もうこんな感じ。で、ですね。はなんかダブったんで1回覚醒させてますね。アタックがアップしてんのかな。で、まあもうガチガチのブレイクより。で、フレンドの誕生日ひなみ、ごとつさせてて、アタッチメントはこんな感じ。まあバリバリめちゃくちゃ強いですね、これ。はい。HP ガチガチに上げて、でひなみと10日で回復しつつで永遠に相手の攻撃力を、半分にしつつって感じでやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。まあ、結構皆さんね苦戦されてると思うんですけど、石使ったよって方がほとんどじゃないでしょうか。さあここ1ターン目はですねブレイクできないんですよ。ブレイクしなくても勝てたんで、まあ、ここはちょっと1ターン目ブレイクさせないでいきたいと思います。はい、とりあえずひなみ覚醒させて打って、で次のターンをスキブかけて打ちたいんですよね。まあ、最後の1枚を剥がしきるまでは金木にスキブかけてね、かぐや出したりとかもしないでいいと思うんで、永遠にこいつにはねブレイクの手伝いをしてもらえればいいんじゃないかなと思っております。多分次4の倍数でね打ってくるんですよね。だけど次のターンに打ってくるんですよ。あいつがめちゃくちゃでかい攻撃20何万ぐらいのが飛んでくるんだろうな。あーここどうしよう。ここは10日でで打って、これで準備完了と。のバフはデバフは何ターン持つんだっけな、ちょっと確認してないんですけど、あれですねのデバフが切れる前にどんどん上書きできるぐらいのスピードでこいつは溜まっていってくれるので、4ターンですね溜まっていってくれるので、ここ金木でここは次ブレイクさせるために打ちません。10日は残ってた。そうここ次簡単にブレイク、まあでもねディフェンスが剥がれてるんで3枚、まあ、全然できるんですけど13万で半減で13万なんで、まあ、大体16万から17万いかないぐらい飛んできてると思いますね、ひなみで。でまあなんて言うんだろう、お知らせの方にですね、まあ、運営からのなんかこのアドバイス的なのがいつも載ってるじゃないですか。俺いつもそれ読んでないんですけどまあそれいつも読んでないから負けるんですけどね、まあ、それを見てみるとですね、まあ、短期決戦が重要だということで、4ターン目に飛んでくるんだったらなんかそれ3ターン目でさ倒せって言ってるようなもんじゃないですか。3ターンのうちに短期決戦って書いてあったのかな、まあ、早めに倒せみたいなことを書いてあったと思うんですけど、まあ、それはなんか無理だろうということで、もう俺はいつものようにかわしてちまちま回復して耐えて耐久戦っていうやり方でねノコンはしてるんですけど、ここで何ターン目だ、6ターン目まだのデバフは残ってるな。まあ打っていいんですけどね、ここ打ちますか。で金木オッケー。これひなみ出しとこうか。まあ、あんま意味ないかもしれないけどね。ちょっとでもやられたら回復したいっていう。で、次のターンにまたあいつのでかい攻撃が飛んでくると。でもそれはエトのやつで一応できてるから、できてるよね。うん、多分できてると思うんでここは金木、あ、どうしようかな。ここもう一回エトでかけてもいいんだけど、毎ターン毎ターン打てるんですよね。こうやってもうエトで一発でブレイクできるんで。これね、エト今後ろから出しましたけど、これ普通に多分ね、前線にいる状態であいつのブレイクゲージがマックスあってもあれなんですよね、できるんですよね。もうここまで剥がしちゃう。最初の3枚剥がしちゃえばもう相手もうクソ柔らかいですからね。てかまあ F じゃねえわエトにブレイカーアップをモリモリ持ってるんで。金木私も役に立ちたい。よし、まあ準備は万端でしょう。何でもしてこいよ。もう全部剥がしてるし、ね、また13万ぐらいのが飛んでくると思うんで。16万、危ない危ない危ない。あいつ今の乱数なのかな。回復したいところではあるが、エトを攻撃しちゃったらブレイクしちゃうと思うんで、ひなみにするか。で、ここひなみに回復してもらうか。役に立ちたい。スキル使って、じゃあ金木いっぱい覚醒させときますか。オッケー。で、10ターン目と。ひなみ、ここエトで多分一発でブレイクしちゃうよね。しないのかな。いや、しちゃうよね、やっぱりね金気にさせてあげたかったんだけど、まあいいや。ここ一応攻撃力ダウンつけときますか。通常攻撃もあいつ結構あれなんでね、でかいんでね。で、金木回復して一応で、ここ金木のスキル打ってもらいますか。これ打った後にもう一回ブレイクさせると多分もう一発打ってるんじゃね。あ、いけるね。で、スキブ使ってもう一回打ってもらいましょう。オッケー。いや、エト優秀ですね、本当に。グールからのダメージを 15% カットもいいですよみたいな感じのことをね、ツイッターのリプでいただいたんですけど、まあ、よくよく考えたら僕エト持ってたなと思って、で今回はエトにしたんですけど、エトを持ってる方はね、ぜひフレンドに、まあ、誕生日ひなみなり、まあ、バースデーカードで交換した誕生日10日なりをね、自分のチーム内に入れてね、まあ、こんな感じで試してみてください。まあ、フレンドのひなみが強いっていうのもあるけど、待って、油断した。待って、デバフこれ何ためだっけ喋ってたり油断したけど大丈夫。これ大丈夫じゃなくね。危なっ今油断しましたね。今めちゃくちゃ油断したんですけどエトのデバフ優先すべきだったんですけど、今ちょっと金木をね優先してシフトしちゃったんですけど、今のはエトのためるためにシフト2回残ってたんで、エトを下げてもう1回出せばエトのスキル打ててたんですけど、まあ、それをやるべきでしたね。危なかったです。今ちょっと喋ってちょっと集中しなかったんですけど、これで終わりですね、多分。はい、危なかった。最後の最後で気抜いたな。僕に食われてはい、ということでお正月クエスト、VS 晴れ着10日でした。まあ結構難しい。最近のほんと難しくなってきましたね。こういうの結構出してきますよね。誕生日出してきたな。なんだっけこの前出たやつ。この前もこういう感じのクエストありましたよね。あれか、クリスマスか。そう、クリスマスで出してきたんですけど、まあこういう感じのクエストもたまには楽しくていいんじゃないでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。